ばんは。こんばんは。今夜も始まりました東尾美濃と DV ということで、はい、今日は綺麗に普通にやりました。普通にね、はい、もういつもそれでいいと思ってそうですか、はい、ということで今夜も楽しくお伝えしていきたいと思います、はい、お伝えするのは私奥和也と、そして瑠衣がお届けしていきます、はい、よろしくお願いします。はい、ということで今日は7月の18日、まあ、もうすぐ夏休みということで、そうですね、そうなんですよ、うん、まあ、ここ3連休、今週末、そうそう、3連休はね昨日まであったんですけども、はいはい、まあ、もうちょっと学校があって、うん、まあ、多分今週末ぐらいからいよいよ長い夏休みのスタート、うん、ということなんですが、ね、はい、まあ、その夏休みの特別企画展を一つご紹介したいと思います。はい、はい、実はですね、この3連休の15日から始まっていますこちらのイベントのご紹介なんですけども、ほうほう、はい、こちらの方は、うん、夏休み特別企画近江ゆかり聖徳太子かるた展というのが東近江の大凧会館で行われております。まずはそちらの模様をご覧いただきたいと思います、うん、はい、どうぞ。はい、こちら大凧会館でございます。はい、こちらで行われてますのが、まあ、あのずっとね、あのここ最近聖徳太子の生誕1400年、うん、はい、こちらのお祝いする悠久の近江魅力再発見委員会というのが構成されてるんですけども、はい、まあ、そちらの方でですね、近江の聖徳太子ゆかりの写事などを書かれたカルタを制作することになりまして、うん、まあ、この東近江市在住の日本画家の柿見真由美さんに、まあ、ご依頼をしましてね、はい、このカルタのこの展示が行われているということなんですよね。絵を描いておられるのは柿見さんですね。そうなんですよ、うん、はい、で実はね、このカルタなんですけども、どういうカルタかと言いますと、はい、まあ、そのカルタの読み札、これが全部ですね、まあ、東近江地域の聖徳太子にまつわる、うん、まあ、写事をちょっとモデルとしたそういう読み札があるんですよ ね、 ね、はい、でその読み札に合わせたこの絵をね、うんうん、この柿見さんに描いていただいているということなんですけども、はい、そうなんですよ。 なんかね、本当にほっこりする。そうですね、以前もね、この柿見さんのイラストご紹介させていただいたことがあるんですけども、はい、なんかすごくこう可愛らしい幽斎画といいますかね、うん、なるほどね、はい、こちらの可愛らしいイラストが描かれたこちらのカルタ展がただいま行われております。カルタのその読み札と、はい、まあ、要はその関連した絵ということですよね。そうなんですよ。でただね、その読んでイメージで描かれたわけじゃなくって、うん、この柿見さんはですね、はい、まあ、一枚一枚カルタの読み札の中にあるこの聖徳太子のこのエピソードを読みながらね、うん、現地へ取材に赴いて、そこから見える風景や感じたさまざまなことを絵に表そうと思いましたということですから、実際にそこの写事へ足を運んでおられるんですよ。あ、なるほどね、うん、それはすごいです ね、だから本当にこうただ単にこう見て書いたわけではなくて、実際に現地へ行かれて、はい、でその現地で分かったことは、この蒲生のらしい田園風景やこの岩山ですね、はい、でそこにある神やお堂におられる仏様、はい、で周りの木々や草花、うん、で動物に小さな虫たちまでもが出迎えてもらえたということで、なるほど、まあ、1400年の時間を不思議なぐらい想像しながら感じられましたとおっしゃっていますね。あ、なるほどね、はい、だからその絵にね、あったかさがこう一緒になって現れるんじゃないかなと思うんですけども、あの最初に出てきたあの和という漢字、はい、ありました、ありました、ね、あのあれあの和っていう漢字って私も自分の名前に入っているので、はいはい、入ってますね、すごくこう親近感があるんですけども、まあ、聖徳太子でいうと和をもって尊しとですという有名な言葉がありますから、はい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 、多分そこら辺からね、この和の字を使われたのかなという気はしますけどもね。なるほど ね、はい、ね、とってもこう可愛らしい ね、微笑ましい絵だと思います。はい、まあ、こちらの方なんですけどもね、まあ、まあ見えるもの見えないもの気づいているものいないものすべてに命と意味があることを、まあ、今回聖徳太子と一緒に歩いて描きながら、まあ、柿見さん自身が気づかされたとおっしゃっておられるそうなのでね、ぜひこちらの方を見ていただきたいと思います。はい、まあ、カルタといえば、うん、まあ、今ってさ、こうなんていうのかな、あのゲーム機とかネットとか、ね、はいはい、ああいうこうね、人と触れ合わないゲームっていうのは、うん、ある意味触れ合ってるんだろうけども、うん、実際にこうやって対話しながらとか、うん、実際に人を感じながらっていう感じ方がまたカルタって違うと思うんですよ。そうですね、うん、だからなんかそういう遊びってだいぶこう減ってきたっていう気がするんで、うん、なんかだってカルタなんてだいぶ前じゃない、何が言いたいんですか、いつしたかなと思って。あ、カルタね、うん、あ、カルタでしょ、読み札。大人になってからは多分してないですね。小学校の時にちょっとそういう授業の一環とかでやった覚えはありますけども、なんかお正月になったらさ、みんなでこうカルタしたりとか、それからこうカードゲーム
うのやったりとかトランプやったりとかってしませんでした？まあ、せっかく和の話やったのにそれ持ってきたらあかんやろ。ごめんごめん、ちょっとカルタと交えてって思ったんですけど、まあまあまあ、カードゲームやからね。そうそうそう、うん、今ちょっとまたそういうボードゲームとかカードゲームがちょっと見直されてる部分もあるらしくてね。ありますあります、はいはい、だからまあこの機会にちょっとカルタっていうのをね、夏休みに親子で体験してもらうのもいいんじゃないかななんて。ちょっと昔に映画にもなりましたよね確か。あ、そうなんですか。うん、カルタのそういうやつが、うん、何でしたっけな、お名前せた。はい、私も小学校の時に、まあ、百人一首覚えるって宿題、はいはい、ありましたね。で、未だに覚えてるんですよ百人一首って。なんかこう髪の毛言われたりとかすると。だからやっぱりそうやってなんかカルタと携わるっていうことが今の子どもたちってすごく少ないと思うんで、だからやっぱりこのね聖徳太子のカルタ展、こちらの方ちょっと夏休みの間に見に行っていただいて、はいはい、なんかこの夏休みにねカルタを体験していただくっていうのも一つのきっかけになるんじゃないかなと思いますので、ぜひこんな昔ながらの遊びもねやっていただきたいと思います、はい、こちらの、聖徳太子カルタ展の方なんですが、展示会は8月27日の日曜日まで、はい、うん、だいたいもう夏休みいっぱい開かれております。こちらの開催時間の方は午前9時から午後5時までで、はい、最終入館は午後4時30分までとなっています、はい、期間中の休館日は水曜日と祝日の翌日、うん、今月に至っては8月の12日、はい、来月ですね、うん、はい、はね、これはね祝日の翌日になるんですけど、8月の12日は開館されてるということです、ね、なるほど、はい、水曜日と第4火曜日がお休みとなっています、はい、入館料は一般300円で小中学生が150円ということですので、うん、はい、こちらのカルタ原画は49枚ですって、はい、なるほどね、うん、はい、こちらで1枚は表紙になってるので読み札の方は48枚の展示となってるので、なるほど、結構ね見応えがあるんじゃないかなと思いますので、あ、はい、そんだけ48枚かかったわけですからね。そうですよ、現地に赴いて大変やな、ね、だからとっても思い入れもあるから、うん、そちら辺の熱量も感じていただけるんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひこちらの方ご覧いただきたいと思います。はい、はい、大凧会館からの話題でした。さあ続いてなんですけども、はい、続いてはですね、うん、ちょっと東近江からちょっと離れまして、うん、はい、彦根市で行われたイベントの話なんですけども、はいはい、実はですね、うん、今回ギネスに挑戦ということで、ギネス世界記録に挑戦ということで、はい、実は作ったランタンを250個以上作ればギネスに乗るという。手作りランタン250でギネス記録。そうなんですよ。あ、なるほど。でなかなかこれね条件がいろいろ厳しくってですね、はい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 、達成されたかどうかはこちらをご覧いただきたいと思います。あ、なるほど、はい、どうだったんでしょうね、はい、結果を楽しみにご覧いただきたいと思います、うん、それではどうぞどうだったのか。254で、コロナの困難でなかなかみんな集まれなかったので、ちょっと収まったら何かをしたいと思って、ギネスに挑戦をと思っていろいろ出してて、でやっぱり希望の明かりを灯したいと思って、そういうランタン作りを申請したんです。じゃあおかげさまで通りまして、でもルールとかがなかなか厳しくて、ちょっと皆様には本当に大変やと思うんですけど、とりあえずみんなで楽しくやりたいと思っています。針金のついた棒がキットの中に入っているので、その針金の部分をクロスの部分に引っ掛ける形で、先ほど話があったようにしばらくの間吊り下げていただくので、外れないように何度もねじって針金の方を止めていただきたいと思います。わかりますか。これちょっと子供さんつけられへん言うて親が手伝わんといてな。自分でつけ、一人一個作るというのがルールの中に入っていますので、誰かが手伝ってしまわれたら手伝われた方の方が失格となってしまいます。
に挑戦されました。超えなければならない記録は250人です。皆さんが出した結果は254で、4でしたっけね。そうですね、うん、4個ね、多かったということ で、ね、はい、実はこちら当日スタッフがね、うん、取材に行ってまして、はい、こちらのね、まあ、これは複製なんですけども、うん、こちらが全員に配られたということで作られた方ね、はい、なかなかでもルールが厳しそうでしたね。厳しいですよ。はい、なんかもう必ず一人で作らなきゃいけない、まあ、教えてもらうのはいいんでしょうけどね、手を貸しちゃいけないとか、ね、もう必ずその場で、もうあれなんてスタッフから聞いたんですけども、部屋は一歩も出れないらしい。ああ、そうですか。もう一旦作り始めたら ね、 なるほどね、絶対退出は禁止とかね、はいはいはい、まあ、いろんなルールがある中で254個、うん、はい、素晴らしいギネス記録が達成されたということで、まあ、当日はね、まあ、いろんな取材も来られてたみたいですけども、こうやってギネス記録が無事達成されたということでね、はい、これちょっと嬉しい話題をお届けさせていただきました。そうですね、はい、はい、まあ、こちらの方ランタンなんですけど、今ランタンって結構ね、こうお祭りも多いじゃないですか。ランタン祭りって言ってね、夜にファーっとこういっぱいあげる、こうディズニー映画でもありましたけどね、あんなんもありましたし、この日のこの作られたランタンは中にちょっと LED のライトが入ってたそうで、それぞれ自分のねランタンをお持ち帰りということでね、まあ持って帰っていただいたそうなんですけども、まあね、素晴らしい記録ができましたね。はい、ということで行われたのが7月の16日、まだ取り立てほやほやの本当ですね動画だったんですよ。だから昨日おとついの話題になるのかな、ね、はいはい、今日で行くとね、はい、ということでこちら無事ギネス記録達成ということで、はい、おめでとうございます。はい、滋賀放置新聞社よりお知らせです。滋賀放置新聞社では三つくり小学校、そして南小学校の体操服を販売しています。お問い合わせは0748-231111まで。以上、お知らせでした。はい、ということで、うん、今日の話題は2つお届けいたしましたが、はい、うん、次回はいよいよもう8月ですよ。あ、もう十分今8月でもいいですけどね。もういいね、暑いぐらいね。もうなんか死んじゃいそうな警告が出てるもん、出てますね、この暑さでね、はい、なんかちらっとニュース見たら中国で52度そうですか、なんか言ってましたよ。ちょっと異常ぐらいです ね、 ね、なんかあのインドとかでもよ、そのぐらいになってアスファルトが溶けるって言いますもんね、うん、だってあの豚さんが400匹以上ちょっとお亡くなりになったってニュースになってました。暑すぎて、まあ、中国の話題なんですけどもね。でもまあお隣の近い国でそこまで気温上がりつつありますから、はいはい、ちょっとやっぱりこの暑さね、本当皆さんの体調にもくれぐれも気をつけていただきたいと思います。はい、はい、まあ、ちょっと自由に動けるようになってきた分ね、外には出たいんだけど、そうです、ね、出てしまうとこの暑さですからね、皆さん体調には十分気をつけていただいて、これから迎える夏休み、はい、はい、夏を楽しく過ごしていただきたいと思います。はい、それでは次回は8月1日にまたお目にかかりましょう。はい、それでは今日はこの辺で、皆さんさようなら。ギネスおめでとう。おめでとう。カルタも見てね。